フォーメーションラップがスタートいたします。1周のフォーメーションラップを持ち、再びスターティンググリッドについて、いよいよ決勝62周のバトルが始まります。それでは予選順位、スターティンググリッドをご紹介しましょう。ポールポジションは去年のミネラウンドを制したエディ・アーバイン。フロントローインサイドは予選2番手、シリーズ第1戦の覇者ロス・チーバー。以下マルティニー、アピシェラ、ライデル、クロスノフ。3列目までは外人勢が独占。予選7番手は日本人最上位、ただ一人ジャッド KVO を搭載する関谷正則、ラッツェンバーガー、ダニエルソン、サロ、鈴木敏夫、そしてバイドラ、そして名門ヒーローズの若武者黒沢が13番手、第2戦を制したカーカッシが15番手。このレースで F3000 デビューを果たした藤永義道は21番手。中島総監督の采配はどう出るか。中野慎二が22番手。予選最高列は中谷と和田隆夫。以上26台がさまざまな思惑を秘めて1周のフォーメーションラップであります。高橋さん、とにかくスタートは注目ですね。そうですね、かなりね、外国人ドライバーたちは1周目からです、かなり果敢なねレースを展開してくるでしょうから、はい、かなり1コーナーはね、手に汗握るっていうかね、はい、注目のシーンが見れると思いますよ。そうですか、はい。まあ、意外なところで前に出ようとするそういったドライバーが上位に占めてますよね。そうですね、特にねそのミネの、はい、攻略法としてはですね、まあ、レース中ちょっとでも差が開いてしまうとね、そのパッシング追い越すのは難しいっていうコースですから、はい、できるだけ早く、ですからもうスタート直後からですねトップに達したい、できるだけ順位を上げたいっていうねドライバーの心理ですね。そうですね、はい。さて、どんな展開がこれから待ち受けているんでありましょうか。期待が高まってまいります。オンボードカメラはカーナンバー62番の田中緑選手の車です。日本審判ニコスカップラウンド1ミネオールスター全日本 F3000 選手権の第3戦です。気温が22度から23度まで上がったでしょうか。観客は5万7500と発表されております。1周 3.219キロ、62ラップします。シリーズの行方を占うターニングポイント、フォーミュラー3000のミネラウンド。まず誰が最初に第1コーナーを駆け抜けるかな。フォーメーションアップが進んでいます。ゆっくりとタイヤを温めながらスターティンググリッドに着きます。26台の F3000 マシンがどういう戦いを展開するんでありましょうか。ボールポジションはカーナンバー11番エディ・アーバイン、予選2番手がロス・シーバー、3番手マウロン・マルティニ、4番手マルコ・アピチェラ、その後がリカルド・ライデル、ジェフ・グロスの関谷正則と続いています。この車がポールポジション、カーナンバー11、去年のこのミネを制しましたエディ・アーバインであります。ゆっくりと、どんな思いで今このコース上を走っているんでありましょうか。走っているというよりもゆっくりとじわじわとスターティンググリッドへ向かっています。そしてその横、青いマシンがロスチーバー、この2台がフロントローを占めました。ポールが11番のエディ・アーバイン、コース上に26台のマシンが間もなく勢ぞろいいたします。F3000 の第3戦です。イエローフラッグが振られる中、ゆっくりとスターティンググリッドに着きます。まもなくそのバトルがスタートいたします。長い列がついています。グランドスタンド前、およそ900メートルの長い直線、途中400アールの緩いカーブとなっていますが、ほぼこの直線、ゆっくりと26台の F3000 マシンがスターティンググリッドに着きます。さあ、だんだんとこのグランドスタンド前のお客さんの声もなくなってまいりました。スタート前の一瞬の静寂とでも言いましょうか、興奮の前の静寂がこのミネサーキットを覆っております。27番、タチヨシヒロが最後尾スタートです。さあ、シグナルがレッドから今ボトルに勝ったスタートに出しました。ミネラウンド、さあエディ・アーバインが前に出た。スタートがロス・シーバー、第1コーナーは11番エディ・アーバイン、ロス・シーバーが続きます。エディ・アーバインが素晴らしいスタートを切って第1コーナーをクリアいたします。すぐ後ろロス・シーバー、素晴らしいスタートでしたね。ですね、スタートね、かなり、おっと、第2コーナーでリカルド・ライデルと61番がダニエルソンだ。ダニエルソンですね。そしてもう1台止まっています。
ちょっともう一台の車確認できませんが、3台の車が絡んでいます。第2コーナーゼッケン5番あたりですかね、クロスノフ、はい、ちょっと見えないですけどもね。そうですね、はい、序盤にいきなり第2コーナーから、あ、5番のクロスノフ、やはりこの序盤何かこう波乱があるんじゃないか。そうですね、1コーナーですね、無難に抜けたんですけど、その2コーナーです、先の2コーナーでしたね。はい、リプレイご覧いただきましょう。ちょっとリデルがですね、外から完全にコースオフしながらですね、コースを横切ろうとしましたね。それで完全にそのクロスノフの横面に当たって、はい、そういう煽りを受けたのがトーマス・ダニエルソンと、はい、そういうような感じでしたね。これはもうコースには戻れませんね、はい、もうこれでリタイアですね。このままリタイア、はい、ダニエルソン、ライデル、クロスノフ、この3人がすでにリタイアです。さあオープニングラップ、先頭は11番のエディ・アーバインです。アーバイン、シーバーと続いています。そして9番のマルティニ、90番アピシェラ、21番のラッツェンバーガーが4番手でファーストラップを過ぎています。先頭はこのマシン11番のエディ・アーバインです。先ほどのちょっとの話の続きになりますけどね、はい、アーバインはあのスタートをですねかなり気にしてたんですよ、というのはそのチーバーのですねそのレイナードがですね、はい、かなりそのトラクションがいいと、はい、その駆動のかかりがいいってことですね、はい、70番鈴木敏夫選手もコースアウトしてますね。あ、この辺でね、はい、オープニングラップから見、あ、これは黒沢のマシンだ。3番の黒沢マシンも、あー、降りている。これはですね、日本勢でですねかなり注目したかった、はい、その中盤以降は、まあ、序盤からでもですねどんどんその順位を上げてきてくれるだろうと思ってた日本勢2人、はい、このままねちょっと厳しい展開ですね。そうですね、まあ、そういったアクシデントをものともせず淡々とトップを走りますのが11番のエディ・アーバイン、そして2番手のロス・シーバーといったところです。去年もこのエディ・アーバインとチーバーのバトルというのがありました。そうですね、去年 の, そのレースの展開はねチーバーが前に出てそのアーバインが追うというようなところでしたね、そうですね、今のところ予選順位のそのまんまの順番で周回を重ねています。鈴木敏夫は第2ヘアピンでコースアウトでありました。第2ヘアピンね、あそこ、まあ、練習中からその予選の最中もですねかなり滑りやすい、そのアクセルを開けるですねタイミングによってですね、はい、すぐにマシンがスピンしてしまうというようなですね。そうですね、おっとこれ状況があったんです。ここでピットに入っているマシンは8番ですね。あ、松本圭司、松本圭司どうしたんでしょうか。序盤3周目に入ったところですがピットに入りました。また詳しいことが分かりましたら三堀さんの方からのレポートが入るかもしれません。序盤から大波乱であります。上位の4台は本当に淡々と周回を重ねているといったところですが、ピットの三堀です。はい、どうぞ。今ピットインした松本選手なんですけれども、とりあえずエンジンを止めまして、メカニックと話をしています。原因はちょっと今のところ分かりません。以上です。はい、分かりました。何らかのトラブルがマシンに発生したようであります。先頭のエディ・アーバインが4周目に入りました。先頭8周目に入りました。先頭はエディ・アーバイン、2番手がロス・チーバー、3位マルティニ、そして4番手にバイドラーが上がってきています。エディ・アーバインが8周目かなり快調なペースで飛ばしています。2番手のチーバーとの差がちょっと空きました。 2.6 秒から 2.7 秒といったところです。徐々に差が開いてますね。そうですね、まあ、会長にですね17秒台コンスタントに走ってますでしょ、これが後半でどういうふうな、ね、症状が出てくるか、18秒他のドライバーたちの18秒っていうのはね今の状況の中では正しいラップタイムなのか、それはちょっと後半の辺で、ちょっと考えてみたいと思います、ね、そうですね、はい、エディ・アーバインの先頭に2番手にチーバー、3番手にマルティニ、4番手このマシーンバイドラーが上がってきています。朝のフリー走行ではバイドラーがベストタイムを出しました。かなりこの決勝統一に来て調子を上げてきているんでしょうか。ホルカー・バイドラーが朝のフリー走行で1分15秒053というタイムを出してフリー走行ではトップタイムです。そのバイドラーが4番手に上がってきています。
は2番手のジーバー、そしてマルティニー、まだ様子を伺っているといった様相でありましょうか。まだマルティニーもあまり仕掛ける様子がありません。トップグループでちょっとアピシラがね、順位を2つぐらいですか、そうですね、落としちゃいましたね。はい、なんかそのハーフピンとかなんかあったんでしょうね。5番手にラッツェンバーガー、そして6番手にサロが上がってきています。まあ、いずれにしましても外人勢が上位をずらりと占めている格好ですが、日本人の最上位は8番手に服部直樹いますね。そうですね。この後どういう風なレース展開を見せてくれるんでありましょうか。先頭は10周目に入りました。エディ・アーバイン、ロス・チーバー、マルティニといった順位です。チーバーとアーバインの差がまたちょっと開きました。その差が 3.6 秒。エディ・アーバインこのまま独走してしまうのか、それともチーバーが何らかの仕掛け方を見せてくるのでありましょうか。ご覧のようにちょっとその差が開きました。ピットの見堀です。はい、どうぞ。一旦はですね、ブレーキの修理を終えてコースに戻った松本選手だったんですけども、今またピットインしてきました。とりあえずエンジンを今切った状態です。以上です。はい、どうも。本調子が戻ってこないという松本選手でありましょうか。そうですね、まあ、もう降りますね。はい、マシンを松本が降ります。松本もリタイア。そうですね、国産勢のね、マシンの中で、ちょっと期待したかったんですけども、ね、はい。ドーム正写真を使っているのが松本、黒沢、アキシラと。おっと、今はですね、今バイトルがですね、かなり仕掛けたんですけど ね、はい、うーん、今の状況としてね、やはりチーバーがかなり抑え込んでるというようなところですね。その後ろでもかなりじれてきてますから ね、はい。まあ、しかしあまりここで抑えすぎるとどんどんアーバインとの差が広がってしまうばかりですね。そうなんですね。その辺でね、チーバーの直後のですね、マルティニであるとかその後ろのバイドラがですね、早くそのね、トップのアーバインを追いたいという気持ちが強くなってきますよね。そうですね、はい。今入った情報によりますと、カナマ12番の中野真嗣選手がですね、スローダウンしているという、そういう情報が入ってきています。あ、そして藤永、カナマ10がこのレースがデビュー戦になりました。藤永がヘアピンのアウト側ですかね。そうですね、第1ヘアピンのアウトでコースアウトしています。はい、ちょっと亀の甲状態ですね。前どう後ろの前にも行けないという状況でしょうか。はい、そして中野真嗣選手がピットに戻ってきました。中島総監督率いる中島プランニングライントリーの中野真嗣です。はい、今中野真嗣選手のマシンはですね、リアカウルを外して、なんかメーターのところも見てますので、なんか水温とか油温とかですね、その辺何か問題が起きたのか、はい、エンジン関係じゃないかと思います。はい、わかりました。さあ、この辺りどうなんでしょうか。まだマシンは降りていませんが、必死にそのスタッフが作業しております。まあ、中島選手のですね、今や中島さんですね。そうですね、そのチームとしてはですね、このまま走らせると思いますね。はい、彼の場合、当然、ね、トップグループのですね、絡みというのは 現状ではないわけなんですけどね。レースを続けるということで、そのよりそのマシンになれるとかね、はい、レースのですね、展開、トップに絡まないにしてもそのフルラップを走っていくということがですね、彼としてはそのいろいろな勉強になるわけですね。はい、ご覧いただきました中島総監督です。去年までは F1 パイロット、ジレルホンダを勝って日本人を熱狂させました。この中島悟が F3000 フィールドに総監督という形で戻ってきました。先頭のエディ・アーバインが、ここでまたアクシデントがあったようですが、7番高橋邦光ですね。そうですね、最終コーナーの手前、そして前が高橋邦光選手と、そしてもう1台ちょっと確認できませんが、あ、スローが出ますね。第2ヘアピンの出口でどういうふうに絡んだんでしょうか。田中実ですか。ああ、さあ、その田中選手にはオンボードカメラが積んであるんですが、止まってます。この2台ちょっと接触しちゃったみたいですね。そうですね。だけども先ほどからですね、画面に登場してですね、コースアウトとかリタイアするのがですね、ほとんどって言って全部って言ってるほどですね、日本人ドライバーなわけですね。
まあ、これが車載で、はい、ここでオンボンドからのあっと田中がですね、田中がスピンしてそれを避けきれないで後ろから高橋ですかね、はい、楽しくの方も日本人ばっかり、そうですね、はい、しかもオンボードカメラを搭載しておりますこの田中ミドルマシンがここでコースアウトという残念な結果になってしまいました。先頭エリアバイますますその差を広げておよそ5秒の差をチーバーとの間につけています。バイトラーが3番手に上がりました。バイトラーとマルティンのこの3番手争いも面白いですね。そうですね、これまた今入った情報なんですが、あ、12番の中野選手のマシン、おっとここでおっとバイドラーがヒットした。チーバーと絡んだ。バイドラーがコースアウト。チーバーも動けないぞ。さあチーバーもマシンを降りた。バイドラーも降ります。チーバーが何らかのアピールをしています。バイドラーに何か言っているようでありますが、さあリプレイご覧いただきましょう。バイドラーがインに入ったんですが、そうですね、1コーナーのインに入ってきましたね。ええー、うんとそこで締める、あ、2台接触ですね。これある意味じゃ非常に危険な当たり方ですね。そうですね、でもね、はい、1コーナーしかそのパッシングポイントがないという言われているサーキットなんですね、ですからあそこで抜くしかないと、はい、いうところなんですけどね。マシン降りましたロスチーバー、バイドラーもマシンを降りています。これで11番のアーバインとそして2番手にマルティニがつけているという状況でありましょうか。失礼、2コーナーですね、はい、2コーナーですか、2コーナーですね、はい、はい、ちょっとこのコースアウトする車がここ序盤かなりの台数に上っています。まあ、1コーナーからですね、そのリアにぴったりとくっつけてですね、2コーナーの進入でですね、来たわけなんですけど、2コーナーでやっぱり抜くっていうのはかなりリスキーでしょうね。そうですね、完全に横に並んでればね、いいんですけども、やはりそのチーバーの方が前に出てましたね。そうですね、だけども、ああいうのはですね、多少の冒険をしなければ、はい、抜けないサーキットなんですね。そうですね、はい、まあ、そういうことを積極果敢に攻めてくるのがまたこの外国人ドライバーの、まあ、見てる側の面白いところでもあるんですけどね。そうですね、ただね、やはり最終的にはそのコンタクトしてしまってね、接触で事故というのはやっぱり避けたいですね。はい、さあエディ・アーバインとそして2番手になりましたマルティニとの差なんですがおよそ6秒、かなり空きましたね。やはりですね、チーバーのラップタイムが上がらなかったというところが大きいですね。あ、なるほど。で後ろの集団がかなりじれてたというところで の、その今のですね、バイドラーの接触になってしまいましたね。そうですか、はいはい、チーバーそしてマルティニラッツェンバーガーが3番手、その後ミカサロマルコアピチェラ服部直樹とそういった序列に変わりました。先頭は16周目に入っています。まあ、そこでね、2番手に上がったそのマルティニの、ね、ラップタイムが一気に16秒に上がりましてね、ここでもうマルティニとしてはいざこれでそのトップのね、アーバインとのラップタイムを詰めようというところですからね、そうですね。さあこれからマルティニがどういうふうなレースを展開していくんでありましょうか。さあ田中ミドル選手のオンボードカメラをちょっとリプレイしてみましょう。ここでパワーかけた時にスピンですね、はい、そこにカナマ7番の高橋クリミス選手のマシンが来たというところで、はい、田中ミドルフォレはリタイアで、そしてさっきバイトラーとチーバーとのクラッシュの瞬間、まあ、バイトラーも行き場所がない、チーバーも当然のようにインに入ってくる、はい、第2コーナーから第3コーナーあたりでしょうか。2番手を走っていました、2番手争いをしていたチーバーとバイドラーがこれでリタイア。先頭がエディ・アーバイン、カーナンバー11、2番手に9番マウロン・マルティニ、3番手ローランド・ラッツェンバーガーという序列に変わりました。序盤から非常に波乱含みのレース展開になっています。3番手21番ラッツェンバーガー、さあ中盤、序盤から中盤に差し掛かっていくあたり、エディ・アーバインがかなり、ペースを上げて走っていたんですが、これでマルティンのペースも上がったようですけどね。そうですね、今そのコース上にいるマシンの中で今マルティンがベストタイムですね、はい、
マークしましたよね、16秒台にも入ってますね、はい、現在は17秒台の前半で走ってますから、どんどんとそのトップのアーバインとの差を詰めてます、はい、まあ、幸いにね、まあ、彼にとっては幸いにその直前で起きたね2コーナーでのアクシデント、はい、チーバーとバイザーのアクシデントに巻き込まないんでね、そこの辺を抜けれたということは良かったですね、はい、で、まあ、アーバインが今4秒前方を先行してますよね、はい、その辺を着実にね詰めていくというところですね、はい、はい、先頭は17周目に入って、それからこれが18周目です。18周目に入りました。エディ・アーバイン、2番手がマルティニ、3番手ラッツェンバーガー、4番手にミカサロ、5番手にアピチェラという序列になっています。先頭エディ・アーバイン、カーナンバー11番です。90年国際 F3000 のランキング3位という実績を持つエディ・アーバイン、去年のこのミネラウンドを制しました。そして今日もポールポジションからスタートを決めてずっとトップをキープしています。まあ、中段あたりね、まあ、中段というか6番手にその日本人ドライバーのトップですね、服部ですか、はい、が来てますよね。服部の後ろには、7番手にですね、はい、現在のところ和田ですか、和田久志ですか、はい、まあ、その辺のね、あ、これですね、はい、和田が今後ろに見えてますけどね、服部のすぐ後ろまで追いすがっています、うん、あの和田がね、第2戦でもねいいとこ見せましてね、はい、服部との今回に関してもこのようにねいいバトル展開してますでしょ、若手のこのね日本人ドライバー、はい、うん、なんとかねポイントゲットの位置に、ね、入ってできれば表彰台と思うんですけどね。そうですね、はい、さあ随所にその面白い見どころを散りばめて、このフォーミュラー3000の第3戦ミネラウンドが展開されております。先頭はすでに19周目に入りました。そしてこれがマルコ・アピチェラ、去年はこのミネサーキットオープンを記念いたしましてランボルギーニのデモ走行が行われたんです、去年も行われたんですけれども、はい、その時にドライブしていたのが、ま、アピチェラ、ええ、そして今年はこの日本の F3000 にエントリーしました。これはトップのエディ・アーバインであります。第1戦鈴鹿が8位、第2戦富士が4位、そしてこの第3戦ミネは現在トップを走っているエディ・アーバインです。アーバインはですね、コンスタントにそのスタートからね17秒台の、中盤から後半ぐらいのラップタイムでキープしてますよね、で現在ですねそのマルティニがかなりまた16秒台に入って持ってきてますね、はい、3秒差ぐらいまで詰めてきてますから、はい、もう少し経ちますとね、アーバインの、ね、ミラーにも移り始めると思うんですよ。あ、そうですか、はい、そうなりますとまた面白い展開になるかもしれません。まあ、第2戦の富士でもアーバインは3番手争いをこのマルティニと演じました。しかしゴール目前にしてエディ・アーバインはマルティニに3位の座を譲っております。まだこのミネラウンドでもマルティニ対アーバインという対決の図式が成立するんでしょうか。マルティニのマシンです。アーバインとの差がちょっとずつ詰まってきております。おっと、20番のギルバート・スコットとですね、はい、服部ですね、服部とスコット、服部が前に出ました、はい、ですね、服部をですね追っかけてる状況ですね、なるほど、和田がですね、ギルバート・スコットにパスされましたね、はい、そうですね、はい、アンドリュー・ギルバート・スコット、彼ですね、はい、今回そのローラーを持ってきて、まあ、練習走行の段階がですね、シェイクダウンと同じような状況だったんですね。そうですね、ですから走る機会が多くなれば多くなるほど、おっとここで、はい、マシンの、ね、セッティングが良くなってきてますからね、現段階で現状としてですね今その決勝を走ってる今の段階が一番いいマシンのセッティング状況になってきてるんですよ、はい、ですからかなりね下の方からポッポッポッと上がってきてますけどね、はい、さあヘリコプターからの撮影された映像もご覧いただいております。先頭のエディ・アーバインです。あ、もうすぐ後ろにマルティニが来ましたね。そうですね、これが後ろに来てるのはマルティニですね、はい、はい、見えてますね、はい、もう見えてるでしょう、はい、第1コーナーから第2コーナー
一周でですね、コンマ5秒ぐらい、はい、詰めてますんです。すごい追い上げですよね。そうですね、はい、マルティンとしては富士の対決の再現といった形を願いたいところでしょうね、はい。まあ、マルティンがね、予選が終わったとすごく悔しがってたんですけどね、実はその予選中そのミッションがね、はい、ちょっとトラブルが起きてしまったんですよ、で、あのトラブルがなければ自分はポールポーションだったというふうに言ってましたしね、で、そのミッションも今日の朝のウォームアップではもう完調治ってるというところですからね、かなり自信を持ってましたよね。そうですか、スタートさえうまくいけばと、多少スタートではね、あんまりいいスタートじゃなかったと思うんですけども、まあ、無難なスタートだと思うんですけどね、まあ、前で の, そのアクシデントに巻き込まれず今やそのアーバインのテール捉えましたよね、はい。さあ先頭のエディアーバインです。これ22周目に入ります。27周目に入りました。中盤です。まだ残り周回の方が多いわけですから。そうですね、まだまだ分かりませんけどね、はい。まだ逆にマルティニがどこでアーバインをパスするか、そのあたりのタイミングというのも問題になってくるんじゃないですか。そうですね、今ですね、いろんな方法をどうしようかなっていう整理をしている段階だと思うんですけどね、はい、まだ急ぐことはないと、無理しちゃいますとね、無理して今どん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 追っかけることもできると思うんですよ、ところがそのレース半分以上まだあるわけでと、そのところでのね、タイヤがね、後で垂れるっていうんですけどね、苦しくなるのは自分ですからね、はいはい。さて、これはスコットと服部ですね、服部がスコットに抜かれた、スコットが前に出たようです。そうですね、スコットが前に出ました。スコットが6番手で服部が7番手というふうになりました。上位6番まで、全員外人とそうとなりましたね。頑張ってくれっていう感じですけどね、序盤はかなりの波乱がありました。さて、服部とスコットヘアピンのインですね、はい、ヘアピンの飛び込みうまく入りました。まあ走り見ててね、服部がねコーナーで苦しいですね、ちょっと安定感がないですね、はい。まあ、それがいろんなその要素があると思うんですけどね、やはりそこを見逃さなかったですね。ピットの見本です、はい、どうぞ。今話題の服部選手なんですけれども、スタート時点でですね、服部選手はソフトのタイヤを選んでたようです。で、序盤の勝負にかけたんだと思います。以上です。はい、わかりました。三織さん、はい、風どうですか今。風はですね、相変わらず強いですね、ピット前は建物の関係であまり風がないように感じられるんですけれども、ストレートのコース上はですね、かなり風強いと思います。ピットのですね、サインを出しているメカニックたちのユニフォームがかなり風で揺れてますので、相当風はスタート時点と同様強いと思います。以上です。はい、やはり風はまあここから旗めく旗なんかを見ましても決して弱まっていないという感じがします。直線ではその風がアゲインストになります、向かい風になります。アーバインとマルティの対決、再びご覧いただきます。アーバイン対マルティニ、戦いとしてはちょっと、まあ、見た目には膠着状態かなというふうに見える部分もありますが、そのドライバーの心の中ではいろんな思惑、いろんなこの仕掛けといいましょうか、思惑が渦巻いてるんでしょうね。そうですね、まずですね、マルティニがしなきゃいけないことっていうのは常にアーバインのミラーに自分のマシンを移しておくことというのはやはりそのプレッシャーを与えるわけですね、はい、プレッシャーというのはそのドライビングミスを誘うこともあるし、そのですね、どん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 そのプレッシャーを与えて、早く行くことによってタイヤのですね、その摩耗も、アーバインのタイヤの摩耗もですね、自分よりも速くなる可能性もあるし、ということでまずはぴったりとつくというのが第一条件ですね、はいはい。そういうふうに、まあ、本当にちょっと真後ろではなくて、まあ、ちょっと横に出た感じで、そうですね、ミラーに映るようにずっと後ろをつけていく、まあ、このことがエディアワインにどのようなプレッシャーになっているんでありましょうか。
先頭30周目に入りました。いよいよ中盤30周目、後ろがマルティニ、前がアーバインです。まあ、ここでですね、レース中盤に入ってきた段階で3番手のですね、ラッツェンバーガー、はい、かなりラップ上げてきましたよね。これがですね、そのトップのアーバインのそのタイム、はい、そしてですね、あまりにもその2位のですね、マルティニを、はい、気に取られて注意することによってですね、タイムが落ちるわけですね、はい、そうしますとアーバイン、マルティニ、ラッテンバーガーと、この3台のですね、バトルに展開が変わってくるわけですね、はい。まあ、そのあたりのところもちょっと期待してみたいと思います。今入った情報なんですけれども、最後尾からスタートしました。今年あの、まあ、大物の移籍が相次いだわけなんですけれども、その移籍組なす、はい、和田隆夫選手なんですけれども、現在26番手から10番手まで上がってきてます。はあ、もちろんいろいろコースアウトする車、リタイアする車も多いという中で、このマシン、和田隆夫選手のマシンが現在10番手に上がってきています。うん、まずはね、和田はですね、フィニッシュすることですね、はい、というのはですね、このマシン、これもシェイク、このここの峰でシェイクダウンしたに近い状態のです ね、マシンなんですね。第2戦までがラルト、はい、第3戦からレイナードで乗り換えています、はい、1回テストを行ったというんですけど、ね、まだまだその煮詰めるところが多くて、ここに来てですね、やることが多かったわけですよ、はい、ただその金曜日の段階でね、雨が降ったりとかなんかしてですね、マシンがですね、十分に仕上がってないところ、はい、ですから今の走ってる状況のその技のマシンが一番よく出来上がってきてるかなと。あ、そうですか。今の段階でね、もっともっと上に行きたいのは当然なんですけどね、まあ、でもこれ走り見ててもね、ちょっと苦しそうですよ。マシンスライドしてるしね、朝の段階でもですね、ちょっとブレーキにね、ちょっとトラブルを抱えたりとかしてますから、それが治ってるのかどうなのかというようなところですけどね、まずはフルラップ走って、マシンのいろんなものを洗いざらし出して、で次のレースにというところですからね、はい、頑張ってほしいですね。そうですね、はい、まあ、この F3 での優勝経験もありますけど、和田隆夫選手なんですが、なんとかここで、はい、表彰台に一歩でも二歩でも近づいてほしいなというところですね。去年ねちょっと怪我しまして、ね、それでブランクがあったということで、自分が一番やっぱり辛いわけですね、それを早く出したいというところですからね、まあ、ポイントゲットの範囲に入る入らないは別としても、まずはフィニッシュしてほしいです、はい。非常に期待されているこのベテラン和田隆夫選手のマシン、現在10番手まで上がってきております。さあ、先頭争いは現在32周目で展開されております。32周目の第2コーナーから第3コーナーです。まあ、今の段階でもね、 3位のね、そのラッツェンバーガーの車影もね、車の影も見え始めましたよね。そうですね、はい。まあ、ここに来まして1分17秒台から1分16秒台が出始めましたラップタイムになりますが、うん、というのはね、車もだん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 軽くなってくるわけですね、ガソリン消費してね、はい、それとラップを重ねることによって多少ですけどもね、コースのコンディション良くなってきてるんでしょうね。あ、なるほど、はい。じゃあ、まあ、これから当然ガソリン消費するわけですから、はい、マシンの車重も軽くなってきますよね。そうですね、はい、そうするとまた若干ラップタイムが上がってきて、まあ、意外な展開があるかもしれないと、はい、そうですね、そのこういうふうに F3000 のですね、タイムで幅広いものすごいグリップの高いタイヤがですね、その自分のラインのところの砂をですね、きれいにかき出してくれるわけですね。全般というのはですね、なんて例えたらいいんですかね、そのガムテープで砂をね、くっつけたみたいな状況になっちゃってて、その粘着力がですね、タイヤグリップの粘着力がね、発揮されないんですよ。なんかこの石とか小石とか、まあ、そうですね、チリとかを拾うことによってグリップが落ちると、小石なんかでものすごく細かいね、ほこりみたいなもんなんですけどね、それがその雨によってですね、コースに出てきちゃってるわけなんですよ、一昨日のね。でそれがずっと残ってまして、それがその多くのマシンがラップすることによってどん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 出てきてかき出されてるわけですね、それでそのかき出すとと同時にですね、そのタイヤのその摩耗したゴムがですね、コースにつくんですよ、それがまたタイヤ自身のですね、グリップを高めるということになるんですね。これが先頭のアーバイン、2番手がマルティニというところです。まあ、そういう意味からも周回重ねるごとにだんだんとコースの状況も良くなってくると。そうですね、はい、そうですね、はい。さあ、トップ争いの方は見た目にはちょっと膠着状態であります。マルティニがこう待っているのか、何か仕掛けるチャンスを待っているのか。
ターバインが先頭、マウロ・マルティニが2番手となっています。ラップタイムにほとんど差がなくなりました。だからここでピットがですね、どういうような指示をですね各そのドライバーに与えているか、特にですねトップのアーバインと、はい、そして、ね、2位のマルティーニ、どんな指示で、出ているのかというのをちょっと注目したいんですけど ね、ちょっとピットで情報があったらちょっと上げてもらいましょうか、はいはい、現在34周目に入っています。あ、こちらアーバインのピットですね。そうですね、はい、うん、特にその今のところは任せてるっていう感じもありましたけどね、ピットの三堀です。はい、どうぞ。今チームの様子なんですけども、やはりサインボードもですねラップタイムとそれから周回数と、そういう表示で特にどうしろという指示は出てないようです。以上です。そうですか、まあ、ドライバーにまだお任せという状況でしょうか。そうですね、まあ、中盤であるというところでね、ラストスパートのところでねどういう展開になるかなと。そうですね、はい、ですからやはり残り何週かになってくるとまたまた展開が変わってくるかもしれないというところでありましょうか。アーバインとマルティニがグランドスタンド前に帰ってきました。35周目に入りました。そして3番手がラッツェンバーガーです。その差がほとんど先ほどから変わりません。アーバインとマルティニであります。でも予選を1分14秒台でクリアしております。去年の予選タイムあたりを見てみますと中谷が出しました1分13秒032という、はい、今回はそれを下回ってんですね、はい、これはどういったことなんでしょうか。まあ、それはですね、そのコース路面状況がですね、はい、一番影響してますね。あ、やはりその埃とか、はい、みたいな、はい、霧であるとかという。そうですね、あ、多少の雨だったらよかったんですけどね、金曜日に降った雨というのは豪雨と言っていいほどの雨でしたよ ね、 そ、 うですね。それがかなりの土砂をですね、まあ、ザーッと流れたわけじゃないんですけど、はい、水の流れと一緒にですねその路面にですね堆積させちゃったというか、見た目には分かんないんですけどね、そのアスファルトのですね特殊アスファルト の、 その目と目の間に細かいその砂であるとか土が入っちゃってるんですよね。それを拾っちゃいますとね、そのタイヤグリップがかなり低下するんですよ、はい、まあ、雨により余計な置き土産というところでありましょうか、はい。さあ、レースの方は先頭が36周目に入りました。アーバインとマルティニ、そして3番手がラッツェンバーガー。3番手から4番手までがかなり空きました。3番手から4番手のサロまでがかなり空きました。これはサロですか。これが先頭ですね。はい、そうですけどね、これをねどう打開するか、このパターンをですねどういう風に崩していくかっていうのがそのマルティーニのですねやらなきゃいけないことなんですけども、今のところ展開を見てますとね、お互いのその走りはちょうど波長合っちゃってるっていうか、その差も広がらない、近づかないというところでね。そうですね、はい、まあ、しかしかなり速いペースでの周回になっております。今入った情報ではスコットとアピチェラが入れ替わりました。スコットがどうやら5番手まで上がってきているようであります。アピチェラが6番手となったようでありますが、スコットいいですね、非常に積極化のレースをすることで定評のある人なんですが、まあ、日本ではグループ A の参戦でおなじみかと思います。そうですね、80年にイギリスの F3000 でシリーズ2位、90年は国際 F3000 に参戦いたしましたアンドリュー・ギルバード・スコット、現在5番手まで上がってきております。これは先頭アーバインとマルティニ、そしてその後ろがラッツェンバーガーです。そうですね、スコットが前に行きましたね、ギルバード・スコットですね、はい、アンドリュー・ギルバード・スコット、その後ろがマルコ・アピシェラ、その後ろにいるのが服部直樹です。だから服部がですね、どれだけ今度はアピシェラを追うかというところなんですけどね、はい、はい、まあ、スコットギルバート・スコットがですね、ちょっと先ほどもインフォメーションしたんですけども、マシンがね、はい、新しいマシンを持ってきて、セッティングの間とかね時間がなかったんで、どん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 その走るたびに良くなってきてるっていうことがあるんですけどね、ですから今のあれ状況見てみると、彼の好みに少しずつ、マシンが合ってきたっていうところですね、はい、なるほど、はい、あたりが4番手争いというところです。まあ、
スコットの前にはミカ・サロがおりますが、この辺りちょっと差ができてくるようになります。その後はほぼ1秒ずつ置いてスコット・アピチェラ・ハットリというふうになっています。これは先頭マルティニとアーバイン。クリアして最終コーナーはアーバイン、マルティニ、ラッツェンバーガー。2個目のね、ところではですね、1回縮まるんですよ。っていうのはね、ブレーキングを後にするのは2番手の方ですから、そのところで差が縮まるんですけど、逆にそのアクセルを先に開けるのはトップの方ですから、その辺でアコーディオンみたいに縮まってまた広がって縮まってっていうその繰り返しなんですね。そのアコーディオンみたいな状況をですね、いかにタイミングをですね崩して、よりその1メーターでも30センチでもね、前の縮めですね、距離をですね縮めていくのがそのマルティニのね、義務っていうか仕事なんですけどね、それが思うようにいかないんですよね。気温も比較的高くなってまいりましたので、当然そのタイヤにもかなりの負担がかかってきているでしょう。同じ状況であります。この上位の3台55周目、あとで残りが6周とちょっとです。アーバイン、マルティニ、ラッツェンバーガー、この3位の序列が変わりません。中盤以降ずっとこの3台が上位をキープしたままレースが淡々と展開していると、そういった状況であります。55周目の最終コーナー、現段階でコース上にいるのは12台ですか。そうですね、中野真嗣を含めて12台ですかね、はいはい、26台がエントリーしておりましたので半分以下に減ったことになります。グランドスタンド前第1コーナーです。アーバイン、マルティニ、その後ろがラッツェンバーガー。かなりね荒れたレースですね。序盤でそのかなりのマシンが消えてしまいましたからね。そうですね、しかもかなり期待されていた選手が次々とコースアウト、あるいは何かのトラブルでリタイアしております。まあ、それでね、日本人と外国人ドライバーのですね、消えた数をですね比較してみると圧倒的に日本人ドライバーの多いわけですよね。ですから今そのフィールドでですね走ってるドライバーの中で、まあ、トップがそのハットリですか、はい、ハットリ、日本人だけピックアップしてみると関谷、はい、和田久志、和田隆夫、はい、そして長谷明彦、中野真嗣と、後ろからですね、あ、これがあれですね、関谷ですね、関谷ですね、はい、これが関谷のですねエンジンがジャットエンジンの、はい、KV というですねエンジンで、そのかなり重心が低くて、無限や DFV にフォード DFV に比べて軽量であるというところでのね、はい、メリットを生かして、予選は日本人最上位という形になったんですけどね、はいはい、まあ、シーズンまだまだ先ありますから、このエンジンの進化を発揮してもらいたいものであります。そうですね、そのエンジンのですねそのメリットというのはまだ十分に生かせてきてないと思うんですよ、はい、その辺をね、中盤戦後半戦期待したいですよね。そうですね、はい、はい、先頭が好ましい11番のエディ・アーバイン、2番手がマウロ・マルティニ、3番手ラッツェンバーガーと、この序列が未だに変わりません。57周目、あと残りが4周と少しになりました。アーバインが15秒台に入ってきましたね、はい、そうですね、はい、かなりもうマシンも軽くなってきてますよね、はい、そして2番手のマルティニも16秒台フラットぐらいまで来てますね、はい、おっとギリバッテ、これがラッツェンバーガーはちょっと遅れましたね。そうです、遅れましたね、はい、まあ、この残り周回数も少なくなってきているところで、ですからやはりこの上位の2台だんだんと固まりつつあるというところでしょうか、まあ、いずれにしましてもこのアーバインかマルティニか、この辺りどちらになるかまだまだ分かりませんが、この2台であることは2台のうちどれかであることは非常に濃厚になってまいりました。まあ、ラッツェンバーガーもまだ分かりません。この辺り非常に動きにも期待したいところなんですが、ちょっと空きました。ラッツェンバーガーがですね朝のウォームアップで多少そのミッションにですね、はい、ミッションが渋いっていうようなですね、はい、状況があったんですよね。またそれが出てしまったか、おっとここで今もうちょっと今インク入りかけましたが、ただね抜くまでいかないですね、かなりですねプレッシャーを与えている走りですけども、やっぱ抜くためにはですねその横に並ばないとダメなわけですね、だから
まだ苦しいなこの状況では。そうですね、カーナンバー37番ミカサロなんですが、結構もうタイヤが垂れてきておりまして、まあ、かなり、苦しい状況ではないかというふうな状況も入っております。よく言うズルズルの状況になっちゃうんですね、もうレースもですねもうすぐもう終わる終盤に入ってきますでしょ、はい、そうなりますとね本当に苦しいですね、はい、となりますと、まあ、このあと4番手争いになりますと、まあ、スコットが5番手に来てますんで、スコットかサロか、この辺りのところも非常に興味あるところであります。さあ先頭はアーバインか、あー服部が5番手まで上がりましたね。スコットはちょっと順位を下げたようであります、はい、そういう情報が入ってまいりました。先頭はアーバインとマルティニです。さあ59周目に入ります。残りがあと3周、いよいよ終盤です。あ、マルティニがぴったりとついて、またちょっとプレッシャーをかけて横に出ましたが並べません。59周目のここでですね、はい、2コーナー見てみましょう。2コーナーそうですね。さあ面白いなってたぞ、そこでいい2コーナーでしょう。マルティニがアウトから切り込めない、やっぱあそこで抜けないですね。道幅的にもですね苦しいですね、ここで最後のチャージかけてきますよ。はい、残りがあと3周を切りました。ぴったりとマルティニがアーバインのスリップに入っています。アーバインも苦しいでしょう。今パワーかけたところですね、多少スライドしてますからね、そうですね、それを見てですねマルティニはぴったりくっついてきますからね、そうですね、もう食らいついてますからね。ヘアピンです。ここでマルティニはですね逃がしちゃダメですね、はい、アーバインかマルティニか、これが試験の先のですね最終なんですね。この立ち上がりからそしてグランドスタンド前の直線、このエンジンの伸び、そして第1コーナーと、さあ注目しましょう。まもなく60周目に入ります。残りあと2周と少し、ここでですね少しねやっぱりアーバインの方がね前に出ますね、やはりあの辺りではせめて並んでおきたいところなんですけどね、あそこでですね、ぴったりテールをね、捉えられれば1コーナーでですねスリップスリームから抜けることができるんですよ。そうですね、さあもう一度その2コーナー、さあ2コーナーです。マルティニかアーバインか、ちょっと距離ある、 ありますね。アーバイン構え、どうしてもマルティニとしては並べません。あと残り1周と少しになりました。60周目になりました。服部がですね5位確保してますね、そうですね、はい、さあ上位は11番のアーバイン、そして9番のマルティニ、21番のスコットがまた順位下げてますね、何かトラブルですかね。そうですかね、はい、あちらが6番手に上がりました。さあアーバインとマルティニです。さあここでこのインフィールドではつけないんですけどね、この先なんですね、はい、問題はこれが最終コーナーです。そしてグランドスタンド前に帰ってくるとファイナルラップです。さあここでやっぱりスッと前に出られちゃいますね。そうですね、前がアーバイン、後ろがマルティニです。これちょっとこれ難しいですね、難しいですね、横に並べません。さあファイナルラップに入っています。ここの2コーナーちょっと注目しましょうか、はい、ちょっとやっぱり距離ありますね、はい、ファイナルラップの第2コーナーです。先頭がアーバイン、2番手がマルティニ、その後ろがラッツェンバーガーです。2コーナー、アーバインが前だ、マルティニが並べない、横に出れない。10番以降この序列が確立しております。ずっとこの3台がトップをキープしながらレースが淡々と進んでおりますが、最終ラップです。何か期待したいところでありますが、最初のヘアピンをクリアして S 字に近い第2ヘアピンへ向かいます。先頭アーバイン、2番手マルティニ、3番手ラッツェンバーガーです。2つ目の細かいヘアピンです。ぴったりとマルティニがコーナーでは詰めるんですが、ふっとさあアーバインが前に出ます。そして試験をクリアして最終コーナー、既にファイナルラップに入っております。アーバインかマルティニか、アーバインかマルティニか、さあこれで振り返ってきますと、これで失礼します、これであと残り1周です。そうです、これで残り1周です。これでファイナルラップ、アーバインかマルティニか、その後ろがラッツェンバーガーです。
第1コーナーから、さあこれ最後の2コーナー、最後の2コーナーですね。さあマウロ・マルティニが、ここはどうか、飛び込めないですね、飛び込めないですね、並べない。第2コーナーから第3コーナーです。アーバイン、マルティニ、その後ろはナッツェンバーガーです。10番以降この3台がトップグループを形成しております。ファイナルラップ62周目に入っております。フォーミュラー3年の第3戦、7500の監視の前で最後またもう一波乱あるのか。アーバインかマルティニか、ヘアピンがぴったりとついている。アーバインが先頭、2番手がマルティニ。さあいよいよ最終ラップを終盤に入ってきます。スペインをクリアして最終コーナーだ。マルティニがぴったりとアーバインの後ろ、最終コーナーと立ち上がりから最後の直線に入ります。先頭がアーバイン、2番手マルティニ、スッと前に出る、スッと前にアーバインが出ますが、その後ろがマルティニ、最後の直線です。グランドスタンド前に帰ってくるフォーミュラー3000第3戦ミネラウンド、アーバインが手を挙げながら優勝、ミネ2連勝ですね。ミネ2連勝、去年に続いてこのミネでまた制しましたアーバイン。そして2番手はマルティニが惜しいところで2番手につけました。3位にはラッツェンバーガー。やはり最後までマルティニがアーバイン抑えましたね。抑えましたね、アーバインがうまく抑えました。アーバインが手を挙げながら、でもこの勝利は嬉しいでしょう。これがピチャラ、じゃないですね、ですか、和田のマシンも見えました。優勝がアーバイン、2番手がマウロ・マルティニ、3番手ローランド・ラッツェンバーガーと入りました。また去年に引き継いで外国人勢がこの表彰台3つを独占した格好になりました。それではここでお知らせをご覧いただきまして、その後ウィナーのエディ・アーバインの喜びの声を聞いてみましょう。コングラチュレーション、ウジュキブさん、very hard cross race, wasn't it? Yeah, it was hard. I was a bit disappointed when Ross went off because he was holding everybody up and it let me break away without pushing too hard. And then Ross went off and Mauro came at me very hard, but he was a bit slow on the straight, so he wasn't able to overtake. What is the cause of the victory point? Sorry? What was the cause of victory, the most important factor to win the race? Basically, the race was won yesterday in qualifying. I knew I had to qualify in the front row and get a good start, and I did both of them, and from then on it was straightforward but hard. You were here last year too. Good circuit too? Yeah, I seem to be a bit lucky here. Congratulations. Thank you. エディ・アーバイン選手に大会名誉会長で日本審判株式会社専務取締役の池田和夫氏から商品や賞金などが贈られております。高橋さん、まとめていただきたいんですけれども、とにかく序盤がものすごい荒れ模様で、そうですね、中段以降は上位の3台がずっと同じ隊列のまま走り切った、そういう格好になりました。まあ、ミネのレースはですね、毎年のようにですね、波乱のレースというふうなですね、様子を呈するわけなんですけどね、今年もですね、その例に漏れずですね、やはり序盤でのその波乱となりましたね。だけどもですね、その波乱でそのコースアウトするマシン、そしてリタイアするマシンのですね、ほとんどが日本人ドライバーというところで、今年も外国人が強いそのミネ旧コースのですね、西日本の時からですね、ここは外国人のドライバーが強いというようなですね、やっぱりことになってしまいましたね。はい、まあ、それと、まあ、残念ながら、本当に残念ながら、はい、予選落ちしてしまった星野一義選手の走りがこの決勝レースで見れなかった、そうですね、残念ですね。はい、まあ、そのエンジントラブルという不運もありましたけどね、はい、まあ、そのなんとかね、服部ですか、はい、日本人最上位のポイントゲットしてくれましたけどね。
それにしてもやっぱりもっともっと日本人がですね上位の方で、ね、優勝争いにですね、はい、絡んできてほしいっていうのは僕だけじゃないですね思ってるね。はい、はい、解説はモータースポーツジャーナリスト高橋二郎さんでした。高橋さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ピットレーンからのレポートは三堀直嗣さん、インタビューは向井戸芳美さん、実況担当 KRY 山口放送の渡辺道彦でした。ミネサーキットから KRY 山口放送キーステーションに日本テレビ系列27局ネットでお送りしました。それではミネサーキットからお別れします。さようなら。